通信によりますと、菅官房長官は6日、再来年10月に予定されている消費税率引き上げの判断に関し、2012年12月に発足した第2次安倍内閣への政権交代前の経済状況なら延期するという考えを示しました。閣議後の記者会見で述べたもので、具体的な経済状況としては有効求人倍率 0.83 倍や1ドル75円に近い円高水準に戻った場合を挙げました。会見で菅官房長官は、そんな厳しい経済状況で引き上げたら日本の経済が底割れしてしまうと説明しました。消費税増税の延期をめぐっては、安倍総理大臣が先月26日にリーマンショック級の事態が起こらない限り基本的に引き上げていくと述べていました。これ皆さんびっくりニュースでしょ、ね、注目が上がってますから、もうみんなどうせそうだと思ってたのかと言ったら急に言いましたけど、事実上これ、官房長官がおっしゃっている通り、はい、状況によっては、うん、増税延期ですということですね。そうですね。で、まず冒頭申し上げたいのは、はい、官房長官のおっしゃることであっても、総理のやられたことであっても、はい、僕は自由民主党の現職議員であっても、はい、これは僕は反対です、こういうやり方は、うん、だから政権公約に消費増税の話は入れるべきじゃないと言ってきたんであって、言ってたんじゃなくて、過去形じゃなくてずっと言ってるわけですけど、でそれを見て小池さんがほとんど根拠もないまま、うん、消費増税凍結と、はい、党首討論でも改めて浮き彫りになってるわけですけど、ただ単に凍結って言ってるだけであって、それ自由民主党が増税を公約に入れたからっていうことしかもう動機が考えられない。でですね、税をめぐる話っていうのをこういうこの浮ついた、はい、選挙の結果目当ての話にしちゃダメなんですよ。でもう小池さんがそういう人だってことは、いわばもう晴れた青空のもとに、はっきりとさらされたわけですけど、自由民主党がその二の舞のようなことをやってたらいけないんですよ。で、経済状況悪かったら増税できないのは当たり前であって、だからその意味からは菅官房長官も当然のことをおっしゃってに過ぎないということは言えるんですけど、それを政権公約のところにちゃんと入れなきゃダメですよ、はい、財界だとか、はい、あるいは特に財務省から、はい、いくら何を言われようが圧迫受けようが、そういうことに負けないっていうのが本来の政権与党ですよね、はい、でその前提の上で、中身をきちんと点検するとですね、はい、まず今の原稿の最後にあった通り、総理も、はい、政権公約に一旦、消費増税を予定通り2019年の10月に行うことを前提にして、増税やるとは実はそういう方はしてないんですけれども、はい、それを前提にして、そこから出てくることになってるお金ね、本当に出るかどうか分かんないですよ。増税したら消費がもっと低迷して、景気が下を押せば当然税収が下がるわけですから、取らぬ狸の革残業に過ぎないわけですよね、はい、取らぬ狸じゃなくて取りまくってる財務省の革残業になってるわけですよね。でそういうことを政権公約に入れておきながら、その直後にテレビのニュース番組で総理がリーマンショック級のことがあったら延期せざるを得ないという、こういう言葉遣いじゃないけども、そういう趣旨のことをおっしゃったんですよね、こういうことが今の新党のドタバタとは質が違うと言っても、じゃあ公約って何のためにあるのかという、進化につながりますから、もう一度言いますが、そういう姑息なことをしちゃダメですよ、姑息です、これは。でリーマンショックみたいなことがある中で日本だけ増税なんてできるわけないじゃないですか、国際社会に対する責任からしてもですね、で今回の菅官房長官のご発言というのはそれをさらに押し下げたんですよね、はい、どこに基準を置くかということをあえて、2012年の政権交代前の状況、はい、民主党政権で、経済が最悪の状態に陥っている時話にされたわけですけど、例えばその有効求人倍率が今1を超えているのを、0.8 台まで落ちる、それから為替が今100円より、かなり余裕がある状況になっているのに、それが70円台まであると、まあ、極端なケースを挙げているという意味ではリーマンショックと同じなんですけども、まあ、みんな共通しているのはですね、極端と言いながらいつ起きても不思議じゃないわけですよね。で特に為替は場合によっては、はい、大きな幅を動くことはもう誰でも経験済みですから、それからリーマンブラザーズという投資会社が倒れただけで、はい、あれぐらいになるというのは、その今 の, 資本主義経済、世界経済が、まあ、テコの論理で、はい、つまり実際より大きく見せ上げることになっているから、このテコが取れるとですね、はい、リーマンブラザーズってあくまで僕は何度か訪問してますけど、前にも言いましたよね、当時の本社の入り口はまるで大げさに、ちょっと大げさかもしれないけど王宮の入り口みたいな、
無垢対策のことになってて、それから正直会議やってる時も日本から言ってるのは僕一人で、向こうから出てくるのは何十人いて、人が多すぎるという、ね、感じもしたんですけど、実はそういうあの投資会社を含めて企業はアメリカにもヨーロッパにもまだ特にアメリカにあるわけですよね。それがこう、まあ、テコの論理って言ってるけど、あのリバレッジっていうことがご存知だと思いますけど、テコですよね。これが抜かれるとえっていうようなあの混乱に陥るんですよ。それは世界経済が脆弱っていうよりは、世界経済は今実は景気相当回復してるんですけど、つながってしまっているんで、良い意味でもつながってるんですよ。だからネットの鉱材と同じですよね。まあ、基本的に世界経済もネットを中心につながっていて、その例えばこれをこうやって落としてもこれだけだけど、そのこれが落ちることによって、例えばこれが床まで落ちるとですね、この今ちょっと音がしたのが、このバーッとこのその向こうの3階堂ビルとかね、アメリカ大使館とか、もっともっと富士山まで広がるっていうのが今の世界経済の通信コミュニケーションシステムと、あるいはトランスポーテーション、その運搬まで全部そうなってるわけですよね。だからまあ、当たり前のことを言ってるといえば言ってるんですけれども、これあの例えば消費増税は凍結しますまで仮に今回の政権公約で言えなくても、そこに今総理や官房長官がおっしゃったような一言を、つまり世界経済の世界と日本の経済の引き上げ前の状況をよく勘案しつつ、もし上げた場合には使い道を変更しますと。使い道変更というのも、今までは実は借金返済に主に回してきたんだと。でそれを単なる借金返済じゃなくて、子供たちやあるいは次の日本を作ることに使えますって、それで政権公約十分成り立つじゃないですか。そうでしょ。そうですね。だからそれをこう後付けで、さっき一平ちゃんが資本主義に関して新しいじゃんけんっておっしゃったけど、消費増税については自由民主党も新しいじゃんけんに近いことをしてるっていうのは、これは十分に党内でも反省しないといけないと思いますね。はい。で僕の意見は意見として、でも僕も自由民主党の一員ですから、結局そういう政権交代が政権公約が出たことについては僕自身でも実は責任があるんで、今後ともその責任と向かい合いたいと思います。で最後に申せば、というのを全部前提にした上でこういう発言が出たのは、まあ、多少マシになったと思いますよ。はい。せめて選挙が、まあ、選挙目当てで言われたと指摘されても仕方ないけれども、しかし有権者が選択する前に、はい、本当はむやみやたらに増税するわけじゃないと、何が何でも、財務省の中にも僕と議論している人はいますけれども、やっぱりもう何が何でも増税なんですよね。今初めて言うことを一個申せばですね、その、ちょっと言える範囲で言いますけど、総理が海外行かれてましたよ ね。それでちょっとあんまり細かい話はやっぱりやめておきますけど、その普通今特に僕は総理にあんまり電話しないです。ほとんど電話しない、はい、だからお会いするのもものすごく少なくしてます。もう極端に、それはやっぱり民間時代からそうですけども、まあ、個人的なお付き合いがないということもありますけれども、今こういう立場をやっぱり謙虚に考えなきゃいけないから、一年生議員ですからね。でもこの件はもう直接お話したわけです。その公約に消費増税を前提にするのを入れるのはおかしいですと、はい、やめてくださいと申し上げました、はい、総理も、まあ、穏やかなおっしゃり方でしたけども、強く反論されてですね、まあ、一つ一つ反論、されたわけですけれども、要はその僕が申し上げたことの一つは、その変えられるということをちゃんとその有権者に示すべきであって、増税がもう確定してるんじゃなくて、だって確定してないですよねと、法律で決まってますけど、今までも法改正してきたんで、一旦決めた法律憲法を変えられないというのは、そもそも安倍政権の掲げている憲法改正と矛盾すると。しかし総理はですね、いやこれは決まってることだからと、いうことを、まあ、繰り返し反論されたんで、決まってませんと、決まってないじゃないですかと、で実際決まってないんですよ。決まってるはずがないんですよ。再来年の10月に何が何でも、ね、上げられるようになると、決まってるはずがないと。それからその議論がこう対立したままで、でその後に総理が、いや使い道を変えるっていうのはこの公約の柱だから、ね、それを変えることはできないっていう、これも言葉は変えていってるんですよ。電話を含めて一対一の話っていうのは相手の言葉はそのまま言っちゃダメです。
あくまで自分の責任で自分の首を通さないと、これはあの事実を正確に言わないという意味じゃなくてですね、あの総理がここにいらっしゃるのはいいんですけどね、それで僕が申し上げたことはその決まってるわけじゃないというのとですね、その使い道を変えるというのも実はその国民は当然消費増税したらそれはあの教育のためにも使うし、社会保障の拡充やあるいは社会保障を安定させることに使ってると、みんなむしろそう思ってる人が多くて、まあ誰もとは言いませんよ、多くの人がまさか単なる借金返済に使ってるとは思ってないんですよと、ね、ところがそういう政権公約の書きぶりをなさると、はい、要は本当は国民に向けている顔と財務省と、これは水面下と言わずにそれは当然ありますよね、あの財務省に限らず総務省だろうが何省だろうがね、協議っていうのは全部表でやるわけにいかないですよ、それは諸外国におかしな情報を与えないためにもですね、だけどその時に実は財務省とこの安倍政権との間で増税分は今までは単なる借金返済に充てるんだということになってたのかということ自体が本当は国民にとってはショックなんですよと、そうお分かりになりませんかと、でそもそも借金や日本国が背負っている借金が1100兆円あるとか財務省が言ってるのは総理はご存知の通り、これ全然違うという強い反論もあって、要するに財務当局の自分の立場を考えて借金を大きく見せた方がいいというふうになってて、借金を大きく見せて年金も健康保険も不安だと言われて、賢い日本国民は余計に物を買うはずがないという、この悪循環になっているのはもうこれは自明の理に近いぐらいはっきりしててですね、そしたら使い道を初めて変えますと、じゃあ今までは何なんだと、いやこれは本当は借金の額が違うかもしれないって言ってるの、とにかくその財務省の言ってる借金の額がこうだから、とにかく国民から取った新たなお金っていうのは、物を買うために取るお金っていうのは全部財務省の言う通りに借金返済に当ててるのかと、ね、むしろそっちの方を民度の高い日本国民は意識なさるから、それを全部合わせて政権公約っていうのが都合のいい話を出すんじゃなくて、まさしく小池新党みたいな都合のいい話を、しかもカタカナで出すんではなくて、その時はそんな話してませんよ、その時はまだそこは出てないから、でも趣旨として申し上げたのは、公約っていうのが耳障りのいい話を書くっていう考え方自体が古い政治であって、間違った政治であって、現状は実はこうなんですと、消費増税しても財務省の主張の通りの借金返済に当てられてるから、それを国民の手に引き戻すために増税そのものを考えると、で必要だったら今法律が決まっていることもあって、まさしく総理がおっしゃった通り決められているってこと通りに開けなきゃいけないこともあり得ると、しかし経済状況をちゃんと見るんだと、それだったら党内にある自由民主党の中にも財務省と非常に近い人だって、政権与党が長いから財務大臣やった人ほとんどでも取り込まれているわけですから、副大臣や政務官までその傾向強いから、ね、でいろんな議論がそのままぶつかり合うのが自由民主党の良いところだから、だからそれを政権公約に正直に書き込むことが可能であって、そのようにすべきだというのをいくらなんでもここまで詳しくなくても総理はもちろんお分かりになりますから、そういう趣旨のことを申し上げて、最後に総理は意見が違うというのが終わったんじゃなくて、分かった よく考えるということをおっしゃったんですよ。で、まあ、その時僕はあんまりいいお話しなくて、日韓合意の時もあの時もむちゃらくちゃらに僕は民間人でしたけど、まあ、今回と同じですよね、言い方はね、いやあの時はですね、いや、まあ同じか、あの時もじゃあ考えるとおっしゃったんですよ。で実際一日お考えになって結局ね、アメリカとの裏合意もあって、そのまま日韓合意に行って、で総理に予言っていうのは偉そうですけど、こうなりますよと言った通りに今なってるわけですよ、はい、受話権のこともその時に申し上げたんですけどね。それでだから今回も考えるとおっしゃったときに、予感としては政権公約も今更変えられないってことになるんだろうなと。で本当は総理だけじゃなくて政権中枢の人複数にこういろいろ僕は申し上げてましたから、そこの感触も、いや申し訳ないけどって言った人もいましたね。いやもう今更変えられないと。でそれを公約出した後に少し軌道修正しようとしてるわけですよ、ね、で菅さんはこれあえて言うと強端な人なんです。見かけよりもっと、もう腹が据わってるっていうか、はいはい、本当に度胸のある人なんで、安倍総理もいつか、交代しなきゃいけないわけですけど、その時に菅さんっていうのは僕一つ候補だと思いますよね。残念ながら僕が推薦してた中山京子先生は、小池新党に行かれて、そうでしたね。まあ、これは消費増税と関係ないことを言いますと、ご主人の中山成明さん、立派な方ですが、比例代表になりましたよね。ね、
これ僕はっきり言って密約の類だと思うな。あ、つまり小選挙区出しても勝てる見通しがないから。でも今回小池新党は比例票相当取りますよね。世論調査でも今落ちてきましたけど、でも2桁十分あるんで、そうするとその出し方によっては、まあ、楽勝になりますよね。これ非常に僕は不明朗な話だと思いますね。うん、で一部新聞にはね、産経新聞なんかには朝日とか見たことないけど、産経などには上半指名でその小池新党を中心にして中山京子先生を指名するんじゃないかと、ね、いうのもあるんですよ。それでいや僕ははっきり言って京子先生を信頼してますから、いや今も全然変わりませんから、京子先生との信頼は、はい、一瞬僕も、わっとこうね喜びかけるんですが、いやこれ実は全くありえないなと思って、僕の、まあ、小池新党に行く人の中にも古い地を言いますから、はい、でそういう人たちに当たってみると、あ、とんでもないわけですよ、はい、要するにその目的が違うと、はい、だから中山京子先生はこれ言ってもいいと思いますけど、拉致問題特別委員会、この後臨時国会の冒頭で一瞬だけ開かれたんですよ。各委員会が一瞬だけ開かれて、ね、で解散ですからもうその後ないんですけど、はい、何とも言えない複雑な顔で僕の目をご覧になったんで、あ、京子先生もやっぱり本当に悩んで決心されたんだってことは当然分かったわけですけど、で僕に私が変えて、見せたいということですからと、ね、小池新党の中でしっかりした旗を立てたいという趣旨を、いわば懸命な、ね、一生懸命な表情でおっしゃってですね、で僕はほとんどこんな言い方がいいかどうか分からないけど笑顔はお返ししたけど、何も言いませんでした。というのはできないから、できません。誠実はまさしく昨日の党首討論の小池さんの言い方で言うとリアルな、ね、あれは小池さんはリアルじゃなくてリアルから逃げておっしゃってたんですけど、現実のものですからできません、うん、はい、いや日本の心を飛び出されて20人、150人連れて行ってそれ全部現職議員っていうのは別ですよ、要するに力のバランスですから、はい、ところが連れて行くっていうかね、はい、参議院議員であるご自分と、それから落選中のご主人とだけですよね、はい、で中野正さんのような方は日本の心残ってるんですよね、はい、そうでしたね、それで、でしかも落選中のご主人は比例でやっぱ優遇されるわけですよね、それで京子先生が旗立てて帰ることできます？そうでしょ、僕はそれを京子先生のへの尊敬信頼は全く変わりませんけれども、政治的選択としては僕は支持できないです。その時はまだそこは出てないから、でも趣旨として申し上げたのは、公約っていうのが耳障りのいい話を書くっていう考え方自体が古い政治であって、間違った政治であって、現状は実はこうなんですと、消費増税しても財務省の主張の通りの借金返済に充てられてるから、それを国民の手に引き戻すために増税そのものを考えると、必要だったら今法律が決まっていることもあって、まさに総理がおっしゃった通り決められているってこと通りに開けなきゃいけないこともあり得ると、しかし経済状況をちゃんと見るんだと、それだったら党内にある自由民主党の中にも財務省と非常に近い人、だって政権与党が長いから財務大臣やった人ほとんどでも取り込まれてるわけですから、副大臣や政務官までその傾向強いから、ね、でいろんな議論がそのままぶつかり合うのが自由民主党の良いところだから、だからそれを政権公約に正直に書き込むことが可能であって、そのようにすべきだっていうのをいくらなんでもここまで詳しくなくても総理はもちろんお分かりになりますから、そういう趣旨のことを申し上げて、最後に総理は意見が違うっていうのが終わったんじゃなくて、分かった よく考えるということをおっしゃったんですよ。で、まあ、その時僕はあんまりいいお感じしなくて、日韓合意の時もあの時もむちゃらくちゃらに僕は民間人でしたけど、まあ、今回と同じですよね、言い方はね、いやあの時はですね、いや、まあ同じか、うん、あの時もじゃあ考えるとおっしゃったんですよ。で実際一日中考えになって結局ね、アメリカとの裏合意もあって、そのまま日韓合意に行って、で総理に予言っていうのは偉そうですけど、こうなりますよと言った通り今なってるわけですよ、はい、受話権のこともその時に申し上げたんですけどね。それでだから今回も考えるとおっしゃった時に、予感としては政権公約も今更変えられないってことになるんだろうなと。で本当は総理だけじゃなくて政権中枢の人を複数にこういろいろ僕は申し上げてましたから、はい、そこの感触もいや申し訳ないけどって
言った人もいましたね。そのいやもう今更変えられないと、でそれを公約出した後に少し軌道修正しようとしてるわけですよ、ね、で菅さんはこれあえて言うと強端な人なんです。見かけよりもっと、もう腹が据わってるっていうか、はいはい、本当に度胸のある人なんで、あの安倍総理もいつか、交代しなきゃいけないわけですけど、その時に菅さんというのは僕一つ候補だと思いますよね。残念ながら僕が推薦してた中山京子先生は、小池新党に行かれて、まあ、これあの消費増税と関係ないことを言いますと、あのご主人の中山成明さん立派な方ですが、比例代表になりましたよ ね。これ僕はっきり言って密約の類だと思うな。つまり小選挙区出しても勝てる見通しがないから。でも今回小池新党は比例票相当取りますよね。世論調査でも今落ちてきましたけど、でも2桁十分あるんで、そうするとその出し方によっては、まあ、楽勝になりますよね。これ非常に僕は不明朗な話だと思いますね。でも、ね、あの上げられるようになると決まってるはずがないと。それからその議論がこう対立したままで、でその後に総理がいや使い道を変えるっていうのはこの公約の柱だから、ね、あのそれを変えることはできないという、あのこれも言葉は変えていってんですよ。あの電話を含めて一対一の話っていうのは相手の言葉はそのまま言っちゃダメです。あくまで自分の責任で自分の振り方を通さないと。これはあの事実を正確に言わないという意味じゃなくてですね、あの総理がここにいらっしゃるのはいいんですけどね。それで僕が申し上げたことはその決まってるわけじゃないというのとですね、その使い道を変えるっていうのも実はその国民は当然消費増税したらそれはあの教育のためにも使うし、社会保障の拡充やあるいは社会保障を安定させることに使ってると、みんなむしろそう思ってる人が多くて、まあ誰もとは言いませんよ、多くの人がまさか単なる借金返済に使ってるとは思ってないんですよと。ところがそういう政権公約の書きぶりをなさると、要は本当は国民に向けている顔と財務省と、これは水面下と言わずにそれは当然ありますよね。あの財務省に限らず総務省だろうが何省だろうがね、あの協議っていうのは全部表でやるわけにいかないですよ。それはあの諸外国におかしな情報を与えないためにもですね。だけどその時に実は財務省とこの安倍政権との間で増税分は今までは単なる借金返済に当てるんだということになってたのかということ自体が本当は国民にとってはショックなんですよと。そう分かりになりませんかと。でそもそも借金や日本国が背負っている借金が1100兆円あるとか財務省が言ってるのは、総理はご存知の通りこれ全然違うという強い反論もあって、要するに財務当局の自分の立場を考えて借金を大きく見せた方がいいというふうになってて、借金を大きく見せて年金も健康保険も不安だと言われて、賢い日本国民は余計に物を買うはずがないという、この悪循環になっているのはもうこれは自明の理に近いぐらいはっきりしててですね、そしたら使い道を初めて変えますと。じゃあ今までは何なんだと。いやこれは本当は借金の額が違うかもしれないって言ってるの、とにかくその財務省の言ってる借金の額がこうだから、とにかく国民から取った新たなお金っていうのは、物を買うために取るお金っていうのは全部財務省の言う通りに借金返済に当ててるのかと、ね、むしろそっちの方を民度の高い日本国民は意識なさるから、それを全部合わせて政権公約っていうのが都合のいい話を出すんじゃなくて、まさしく小池新党みたいな都合のいい話を、しかもあのカタカナで出すんではなくて、その時はそんな話してませんよ、その時はまだそこは出てないから。でも趣旨として申し上げたのは、公約っていうのが耳障りのいい話を書くっていう考え方自体が古い政治であって、間違った政治であって、現状は実はこうなんですと。消費増税しても財務省の主張の通りの借金返済に当てられてるから、それを国民の手に引き戻すための借金返済に当てるんだということになってたのかということ自体が本当は国民にとってはショックなんですよと。そうお分かりになりませんかと。でそもそも借金や日本国が背負っている借金が1100兆円あるとか財務省が言ってるのは、総理はご存知の通りこれ全然違うという強い反論もあって、要するに財務当局の自分の立場を考えて借金を大きく見せた方がいいというふうになってて、借金を大きく見せて年金も健康保険も不安だと言われて、賢い日本国民は余計に物を買うはずがないという、この悪循環になっているのはもうこれは自明の理に近いぐらいはっきりしててですね、そしたら使い道を初めて変えますと。じゃあ今までは何なんだと。いやこれは本当は借金の額が違うかもしれないって言ってるの、とにかくその財務省の言ってる借金の額がこうだから、とにかく国民から取った新たなお金っていうのは、物を買うたびに取るお金っていうのは全部財務省の言う通りに借金返済に当ててるのかと、ね、むしろそっちの方を民度の高い日本国民は意識なさるから、
それを全部合わせて政権公約っていうのが都合のいい話を出すんじゃなくて、まさしく小池新党みたいな都合のいい話を、しかもあのカタカナで出すんではなくて、その時はそんな話してませんよ、その時はまだそこは出てないから。でも趣旨として申し上げたのは、公約っていうのが耳障りのいい話を書くっていう考え方自体が古い政治であって、間違った政治であって、現状は実はこうなんですと。消費増税しても財務省の主張の通りの借金返済に当てられてるから、それを国民の手に引き戻すために増税そのものを考えると。で、必要だったら今法律が決まっていることもあって、まさし総理がおっしゃった通り決められているってこと通りに開けなきゃいけないこともあり得ると。しかし経済状況をちゃんと見るんだと。それだったら党内にある自由民主党の中にも財務省と非常に近い人だって、政権与党が長いから財務大臣やった人ほとんどでも取り込まれてるわけですから、副大臣や政務官までその傾向強いからね。でいろんな議論がそのままぶつかり合うのが自由民主党の良いところだから、だからそれを政権公約に正直に書き込むことが可能であって、そのようにすべきだっていうのをいくらなんでもここまで詳しくなくても総理はもちろんお分かりになりますから、そういう趣旨のことを申し上げて、最後に総理は意見が違うっていうのが終わったんじゃなくて、分かった よく考えるということをおっしゃったんですよ。で、まあ、その時僕はあんまりいいお感じなくて、日韓合意の時もあの時もむちゃらくちゃらに僕は民間人でしたけど、はい、まあ、今回と同じですよね、言い方はね。いや、あの時はですね、いや、まあ、同じか、うん、あの時も、じゃあ考えるとおっしゃったんですよ。で、実際、一日中考えになって、結局ね、アメリカとの裏合意もあって、はい、そのまま日韓合意に行って、はい、で、総理に予言っていうのは偉そうですけど、こうなりますよと言った通り、今なってるわけですよ。はい、受話権のこともその時に申し上げたんですけどね。それで、だから今回も考えるとおっしゃったときに、予感としては政権公約も今更変えられないってことになるんだろうなと。で、本当は総理だけじゃなくて政権中枢のむやみやたらに増税するわけじゃないと、何が何でも財務省の中にも僕と議論してる人はいますけれども、やっぱりもう何が何でも増税なんですよね。今初めて言うことを一個申せばですね、ちょっと言える範囲で言いますけど、総理が海外行かれてましたよね。ね、それで、ちょっとあんまり細かい話はやっぱりやめておきますけど、その普通、今特に僕は総理にあんまり電話しないです。ほとんど電話しない。だから、お会いするのもものすごく少なくしてます。もう極端に。それはやっぱり民間時代からそうですけども、まあ、個人的なお付き合いがないということもありますけれども、今こういう立場をやっぱり謙虚に考えなきゃいけないから、一年生議員ですからね。でもこの件はもう直接お話したわけです。その公約に消費増税を前提にするのを入れるのはおかしいですと、はい、やめてくださいと申し上げました、はい、総理も、まあ、穏やかなおっしゃり方でしたけども、強く反論されてですね、まあ、一つ一つ反論、されたわけですけれども、要はその僕が申し上げたことの一つは、その変えられるということをちゃんとその有権者に示すべきであって、増税がもう確定してるんじゃなくて、だって確定してないですよねと。ね、法律で決まってますけど、今までも法改正してきたんで、一旦決めた法律、憲法を変えられないというのは、そもそも安倍政権の掲げている憲法改正と矛盾すると。しかし総理はですね、いや、これは決まってることだからと。いうことを、まあ、繰り返し反論されたんで、決まってませんと、決まってないじゃないですかと、ね、で、実際決まってないんですよ、決まってるはずがないんですよ、再来年の10月に何が何でも、ね、上げられるようになると、決まってるはずがないと、それからその議論がこう対立したままで、で、その後に総理が、いや、使い道を変えるっていうのは、この公約の柱だから、ね、それを変えることはできないっていう、これも、言葉は変えていってんですよ。電話を含めて一対一の話っていうのは、相手の言葉はそのまま言っちゃダメです。あくまで自分の責任で自分の振り方を通さないと。これは事実を正確に言わないって意味じゃなくてですね、総理がここにいらっしゃるのはいいんですけどね。それで、僕が申し上げたことは、決まってるわけじゃないっていうのとですね、その使い道を変えるっていうのも、実は、国民は当然消費増税したら、それは教育のためにも使うし、社会保障の拡充や、あるいは社会保障を安定させることに使ってると、みんなむしろそう思ってる人が多くて、まあ、誰もとは言いませんよ、多くの人がまさか単なる借金返済に使ってるとは思ってないんですよと、ね、
ところがそういう政権公約の書きぶり